当県の警察官が法に触れる行為を行ったことは甚だ遺憾であります。交番の女性仮眠室に侵入し、スマートフォンを設置して女性警察官の姿を動画で盗撮したなどとして、先月、県内の警察署に勤務する40代の男性巡査部長が停職3ヶ月の懲戒処分を受けました。この問題について今日、県議会の一般質問で自民党の太田正美議員が巡査部長の名前が公表されなかったことなどについて、身内に甘いという指摘も出かねないなどと問いただしました。答弁に立った県警の老田秀明本部長は、違法行為に対しては厳正に対処する、今後もプライバシーに配慮し、情報提供に努めたいなどと述べました。県議会の一般質問はあさってまで行われます。